はい、今回のフェイスライン痩せは特に耳から頬、このあたりを重点的にシュッとさせる方法をお伝えします。以前もフェイスライン痩せの動画は出してるんですけど、今回の方法は特にね、痩せにくいって言われてるこの耳から頬のこの部分、ここを重点的にほぐしてシュッとさせる方法をお伝えしていきます。しかも短時間でできて効果抜群ですので、ぜひ一緒にやっていきましょう。今回の動画が良かったら高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。では一緒にやっていきましょう。で、今回耳からこの頬のこの辺りの痩せに一番重要なのは強さ乳突筋付着部っていうところになります。どこかっていうと、耳たぶ触っていただいて、そのちょっとね、下ここにね、骨の出っ張りがあると思うんですよ。ここに強さ乳突筋っていう筋肉がつきます。でね、ここが硬いとこの辺ねぼやってしちゃって、痩せにくく、こうフェイスラインがシュッと出にくくなっちゃうので、ここを徹底的にほぐしていきます。で、今回初回はこの場所のね確認とか意識をすごいしながら丁寧にマッサージしてほしいんですよ。なので初回だけ片方だけでやってみてください。で、2回目こう慣れたら両方でこうやってやって大丈夫なので、初回だけちょっと意識して一緒にやっていきましょう。で、まず親指グッ出してもらって、耳たぶの下のこの出っ張りをこうやってね探してみてください。こうなんかね、ポコンってこうポコンってなってるの分かります？ポコンポコンってなってるんですけど、ここをグリ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 っていって、この周り、このグリグリってするこの周りをこうやって徹底的にまず1分間ほぐします。はい、じゃあ親指用意してください。はい、ではいきますよ。いきます、よーい、スタート。ちょっとね、上に押し上げた状態でこういう感じで動かしてみましょう。こんな感じ。はい、見えるかな。はい、でね、耳の後ろとかこの辺もしっかりこうグリ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 と押してます。はい、今度ね、耳たぶの下ですね、ちょっとこの辺押してます。この辺をグリ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 と押してます。で、結構ねフェイスライン痩せがねできてない方だったり、こうボテッとしてる方はね結構硬くなってちょっと痛いかなって思うかもしれません。まあでも強さ的にはちょっと痛いなぐらいで大丈夫です。はい、もう少し頑張っていきましょう。グリ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 、しっかりグリグリ押していきます。はい、いいですよ。たった1分です。ちょっとね、左右でね触ってみてください。なんかね、この耳の下のね、この部分にねちょっとね空間ができてる感じすると思います。はい、で次に今度はこの強さ乳突筋っていうのがこう走ってるので、ちょっとねこの部分、エラと耳たぶのこの間、ここに人差し指今度用意していただいて、ここを何だろうな、こう歯を磨くような感じでここを使って今度この辺をグリグリと押していきます。こんな感じです。これも1分間やっていきます。はい、人差し指用意していきますよ。よーい、スタート。エラに押し当ててグリグリと縦に動かしていきます。まあ、ここもさっきと同様で硬いとやっぱ痛いです。ちょっと痛いなぐらいで強さは大丈夫なので、しっかりほぐしていきましょう。こんな感じで、ちょっとね耳たぶの前あたりもしっかりやってください。ここまで、はい、グッと押し当てて上下に動かしていきます。はい、で今度ね、ちょっとねエラの裏側、エラのね裏側を押すような感じでやっていきます。はい、ね、この辺痛いっすよね。もうちょっとなんで頑張りましょう。いてててていてててはい、もうちょっとです。はい、いいですよ。お疲れ様でした。そしたらチェックしていきます。両手で耳たぶの下、このエラ、この辺りね、こうやって触ってみてください。明らかにこの辺が骨張った感じ、こうね余分な肉がないのを確認できると思います。
で、これちょっとね説明し忘れちゃったんですけど、この辺硬い方ってね口開きにくい方多いんですよ。なので今ねちょっと一回口開けてもらっていいですか。多分ねやった側だけ顎がね柔らかくてねすごくね開けやすくなってると思います。実はこれね顎にも関係してる筋肉なので、ここ両方やったらね口が開けやすくなって、よりねフェイスライン痩せがしやすい習慣になります。なので、今回こうやって口開けて、あ、開けやすくなってるってやったらしっかりほぐれてる証拠なのでグッドです。これをね両方やってみてください。初回は片方だけ集中してやってみて、次回2回目以降は両方でこうやってやって全然構いません。はい、でこれを1日1回2週間続けてみてください。そうすると理想的なフェイスラインを手に入れることができます。今後美容に関することで顔の悩み、体の悩みありましたらリクエスト受付中です。 Twitter と Instagram もやってます。ぜひフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。